こんにちは、りょうこばあばです。今回はマーガレットのお花を編もうかなと思っています。編む糸はですね、レース糸の40番ですね。40番の、これはアイボリーです。この糸で編もうかなと思います。そして図をちょっと簡単に描いたんですけど、こんな感じで花びらが12枚の花びらのマーガレットを編みます。花びらが12枚なので、輪の中にですね、細編みを6目作って、その後2段目に12目にしますね。1目を2目ずつ編んで12目にします。今から始めます。まず指に2回巻いて、ちなみにですね、針はレース針の6号で編んでいます。輪の中に針を入れて、円の編み方ですよね、円の編み方を2段編みます。1、2、3、4、5、6目ですね。細編みを編みます。で、足を引っ張って、反応した糸をまた引っ張って縮めて、もう一回糸端を引っ張ります。ここで最初の細編みに針を入れます。1段目を6目輪の中に編みました。2段目ですね、立ち上がって根元に2目ずっと2目ですね。12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、最初の細編みの目に針を入れて引き抜きますね。で、円の編み方で2段編んできました。そしたらこれから花びらを作ります。鎖編みですね。すべて鎖編みは8目です。1、2、3、4、5、6、7、8、8目です。すべて8目。そしたら鎖編みを1、2、3、4、5、6、7、8目、8目編んだら、中長編みで6目、1、2、3、4、5、6目、中長編みで6目戻ります。かけて6目目ですね。この順序、6目目に針を入れて中長を編みます。引き抜いて3目一辺に引き抜きますね。これを6回繰り返しますね。中長を6目、3、4、5、6、一つの花びらができました。たら隣の目に引き抜きます。で、これをね、12枚なのであと11回ですね。3、4、5、6、7、8目、でまたかけて6目目に針を入れて、ここから中長を編んでいきます。
ですね。隣の面に引き抜きますね。こんな感じで中長を編み、花びらは中長編みでこんな感じで編んで12枚の花びらを編んでいきます。花びらの12枚目を今編んできました。そしたら閉じるところは最初の1枚目のこの根元ですね。根元のところに針を刺して引き抜きます。引き抜いてこんな感じでね、最後終わります。で、花びらができましたね。糸始末をしておきますね。こんな感じで糸始末をしておきます。で、花びらがこんな感じでできたんですけども、編んだ後はね、この内向くじゃないですか。だから一番最後に仕上げで洗濯のりですか、液体洗濯のりで固定してカチッとね固めて仕上げをします。で、次ですね、花の芯、花の芯はこの黄色いレース糸で編むんですけども、もう編んだものがあります。こんな感じでもう編んでるんですよね。これは輪の中に細編みを7目ですね、一目多く編みます。最初の花びらの時、花の時は、6目立てですよね、編み始めは。それを7目にします。で、2段目はその倍ですね、14目、一目に2目ずつ7回、14目にしてこんな感じで仕上げます。で、これをこっちが表なので裏を表にしてこんな感じで縫い付けます。後で縫い付けますね。で、もう一つですね、裏の方はこんな感じで編んでるんですけども、花びらの裏側にこんなつけて縫い付けるんですけど、これはお花と同じように輪の中に細編みを6目で、2段目が1目に2目ずつの6回だから12目ですね。で、3段目まで編みます。細編みと増やし目を6回します。で、18目にしますね。1段こっちの方が多いです。これはそのまま表を表にして裏の方にこんなして縫い付けますね。で、マーガレットのお花のアクセサリーなので、このお花を利用してアクセサリーっていうかな、それを作るので、最後はちょっと最後にお見せするんですけど、次葉っぱですね。葉っぱこんな感じで葉っぱを編みます。葉っぱをね、一つとこっちも一つ編んでるんですけど、これは糸は切らないで大きいのを編んだ後にこっちを編みます。同じレース糸の40番ですね。今から編みます。
れも鎖編みを編みますね。ここから編み始めます。この目から編み始めます。この目が編み始めですね。で鎖編みを 1,2,3,4,5,6,7 目、鎖編みを7目、次の段は 1,2,3,4,5,6 目、ここも6目、ここは4目、ここも4目と4目、4目な感じで、あとは一緒ですね。こっちが小さい方が、葉っぱの段数が1段短いだけですね。目数は一緒ですね。今から編みます。図だけでは分かりづらいと思うので、こういう葉っぱの編み方は、動画の中でいつだったかちょっと忘れたんですけど、編んでると思うんですけど、もう一回ここで編みますね。鎖編みを7目ですね。ちょっと画面はもうちょっと、今から編みます。鎖編みを7目、 1,2,3,4,5,6,7 目、7目編んだら、1,2,3,3 戻ります。 1,2,3 で、ここの3目戻ったところに、引き抜きの模様を、引き抜きの記号を、2箇所2つ作ってるんですけど、この、今から 1,2,3 戻るんですけど、あとまたこういって1,2,3戻って、で戻る、向こう側の葉っぱを編むときにこれを使います。で7目今しましたよね。そしたら3目戻ります。3目引き抜き、3目戻りますね。そしたら 1,2,3 目戻ったので、次鎖編みを、今3目戻ったので、次鎖編みを 1,2,3,4,5,6 目、 1,2,3,4,5,6 目で、また3目戻ります。1,2,3 目、同じように 1,2,3,4,5,6 目だから3目戻ります。 1,2,3 目で、そしたらこれが中心ですね。したら下の方に 1,2,3 3つありますよね、葉っぱが。これが 1,2,3 ですね。そしたら一番まっすぐの部分を今から編みます。4目ですね。 1,2,3,4 目、また3目戻ります。1回2回3回3目戻りますよね。ここで初めて、2個ずつ、引き抜きの模様がこう2個ずつありますよね。そしたら今3目、1,2,3 目戻ってきたので、もう1回ここの目に引き抜きします。それがこのちっちゃいこっち側の目ですね。こっち側の、記号ですね。ということは、この広くこう目がね、広くこう開いてるとこ、
空いてるところに、あ、ごめんなさい、今戻ってきて、もう一回、今度は向こう側ですね、向こう側、3目戻って、向こう側を今から編んでいきますね。1234目、1234目、4目で3目戻りますね。3目戻りますね。今向こう側の3目戻ってきました。そして初めてここ2箇所ついているところ、ここに戻ります。その時に、ここの空いてるところですね、空いてるところに針を入れて引き抜きます。引き抜いた後に、ここ引き抜きますね、引き抜いた後に1に戻ります。引き抜きでこの部分ですね、2目あるので、1、2、2目戻って、戻ったらまた4目、鎖編み4目。1、2、3、4目。3目戻ります。1、2、3目。3目戻って、この2箇所ついてる、点々が2箇所ついてるところに引き抜きます。同じ、この広いところですね。戻ります。戻ったら、引き抜いたらまた2目。今戻ったので、2目。2目引き抜きます。ね、ここの中心の部分ですね。1、2、2目戻ったらまた4目、1、2、3、4目、最後のここですね、ここで3目戻ります。1、2、3目戻ります。そしたらまたこの2箇所点々がついているところに引き抜きます。広く空いているところですね、広く空いているところに針を入れて引き抜きます。こんな感じでね。そしたら3目立ち上がりのところに戻るので、1、2、3目引き抜きます。1、2、3、これで、こっちの大きい方の葉っぱができました。こんな感じですね。1、2、3、4、5、6、7枚、1、2、3、4、5、6、7枚ですね。そしてここの編み始めに戻ってきました。編み始めに戻ったら、今度は小さい方の葉っぱを編みます。やり目数はね、一緒です。7目、6目、4目、4目、4目でまた戻ってきますね。最後戻るのもここで戻ります。まあ、別々に糸を切って別々に編んでもいいんですけど、糸始末とかがね、もったいないので、
そのまま続けて編んでいきます。そしたら1,2,3,4,5,6 目ですね。1,2,3,4,5,6 目で3目戻ります。3目戻ります。そしたらまた1,2,3,4,5,6 目1,2,3,4,5,6 目3目戻ります。3、そしたら次は4目ですね。ここですね、4目1,2,3,4 目3目戻ります。3目戻りますね。3目戻ったら、今この部分が終わったので次また4目ですね。1,2,3,4 目3目戻ります。3目戻ります。そしたらここですね、広く空いてるところに引き抜きます。引き抜きますね。引き抜いた後に2目、まだた、この目が残ってるのでここに1目ずつ引き抜きます。引き抜いたら最後のここですね、4目鎖編み4目1,2,3,4 目3目戻ります。3目戻りますね。戻ったらこの広いところに引き抜きます。そして2目ちょっと見づらいですけど、2目立ち上がっているので1,2目引き抜いて編み始めの目に引き抜きます。これで葉っぱができました。ちょっとね、見づらい部分があったと思うんですけど、こんな感じで糸を切らずにそのまま葉っぱを編んできました。ちょっと図だけパッとね、見るだけではちょっと分かりづらいかなと思って実践で編んでみました。で、葉っぱができましたね。そしたらですね、これをこうつけるときはまず最初これを縫いますよね、つけますよね、縫って、そして、これを縫う前に葉っぱを裏返しにしてまず葉っぱをつけます。そして最後にこれをかぶせて周りをね、きれいに見せるためにこれを編んでまた縫うんですけども、
マーガレットのアクセサリーと書いてますよね。だからちょっと見本で作ったのがあります。こんな感じで、お花を2枚編んで糸をこう編んで、これも鎖編みを編んで引き返しでね編んでるんですけど、これを後ろ、縫い付けた後に葉っぱとこの紐を縫い付けた後にこの後ろの3段編んだ丸い円を最後縫い付けて仕上げます。でこれをどういうふうに利用するかといったら、バッグがありますよね。ちょっと待ってくださいね。ちっちゃめのバッグがあるので、こういうバッグがあるとしますよね。これちょっとちっちゃめなんですけど、この持ち手のところ、持ち手のところにお花をこの紐をねこうかけて半分に折って渡して、この輪の中に通して、こんな感じでねつけれますよね。これかわいいじゃないですか。こんな感じでつけるように、あの紐をね一緒にこう編んでこう後ろにねつけました。こんな感じでしようと思って、でこれにしないときはですね、バッグの持ち手にこんな感じでかけないときは、例えばこのちょうどこの紐の中央でもいい、半分のところでもいいですし、ちょっとねずらして段をちょっとつけたいときはこんな感じでして、ここにあの丸カンなんかを通されて、あのキーホルダーとかもねつけれますし、あのいろんなね用途があると思うんですよね。だから今回はこう紐を使って、紐をねつけて、いろいろできるようにちょっと考えて作ったんですけども、まあねこの紐がないときはもうただ普通に後ろに、まあこれお花ちっちゃいですけど、ちょっと20番ぐらいの糸でね編まれるともう少しまだお花が大きくなるので、ブローチにしたりとか、あのヘアゴムにしたりとか、用途はねいろいろあるんですよね。今回はね私はこんな感じで、あのお花と葉っぱと後ろの紐と編んで、まあ、後ろにねこんな感じで綺麗に見えるように後ろにまた編んでこう縫い付けたんですよね。でお花はどうしても編んだ後にこうさっきもね言ったんですけど内向くので、しっかりこうあのスプレーのりでもいいんですけど、スプレーのりだったらちょっと若干弱いんですよね、カチッとなるのが。だからあのダイソーさんなんかに売ってある洗濯のりですね、のりの液体ですね、あれちょっと大きさ的に大きいんですけど、それを、お水と半々くらいかな、なるだけこうのりが多めがいいと思うんですよね。乾いたらこんな感じでカチッとなって、こうもうこんな感じアンダートみたいにはならないので、液体のりでこう手でね液体のりをこう湿らせて、手に湿らせて、ただもうアイロンも何にも当てなくて、手でこう当てながらこう染み込ませて、後ろと前と染み込ませて、乾かしただけです。こんな感じでカチッとしたねお花ができるので、これはもうねのり付け、のりはもう最後の仕上げでできるので、ぜひね、のりで形よくね仕上げられたら作品も綺麗に見えます。で今回はちょっとこういう紐を編んで下げてみました。お花をね下げてみました。
から、私はマーガレットのお花風に編んだんですけど、ひまわりとかでもね編めるし、お花もいろいろありますよね。今から暖かくなったら春のお花も出てくるし、夏のお花もありますし、こんな感じでね紐をつけて、お花のアクセサリーをね作られると、楽しめるんじゃないかなと思って、先ほどバッグにつけたようにねでもできるし、いろんな用途で使えるので、ぜひねお花を2つ編んで紐を編んでつけて仕上げられるといいと思います。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。